はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。今週2回目かな、ですよね、はい、ということで、台風が来ておりますね。もうこのまま行くと大分直撃になるのかな。勢力的にもね、まあ、あれだし、まあ、今週はね、今週末はちょっとジギングにはいけないのかなとか思っております。もう最近ね、ジギングね、2週に1回なのよ。2週に1回、しかも毎週2週に1回だから、ずーっと大潮なのよ。ずーっと潮早くてさ、薄気はないね、めっちゃ早いのよ。水深がだって50でも、だってジグとかでも100、タングステンの100とか120とかのレベル使わないとなんかまともにできないみたいな結構流れるんだよ、湾内で。いや面白いとこだなと思いながら、まあなかなか超過もいつも自分いつも大体超過ドベなんで、下から数えても早いぐらいなんですよ、はい、まあそんなところでございまして、今週の質問の方を読んでいきたいと思います。ラウンさん質問です。安い手袋と5000円ぐらいする手袋はどのような違いがあるのでしょうか。使用感など含め教えていただければと思います。よろしくお願いしますという、質問が来ております。ちょっと値段的なあれで言うと、ちょっと安いのと5000円ぐらいっていうのがちょっとなかったんで、とりあえず、まあ、普通の、シマノのネクサスのグローブですね。これが定価4000いくらとかじゃなかったかな、です。まあ実売りというかお店でセールとかで買うと、まあ3000円切るぐらいじゃなかったかな、です。でこれ、ネクサスの中でもこのね、ファイヤーブラッドというか、まあ高いやつですよ、高いやつ。これが定価で多分8000円ぐらいじゃなかったかな。これがだから4000円台、こっちが8000円台ということで、まあ、値段が2倍違うんですよ。で、まあ、同じね、シマノで、なんていうのかな、まあ、系統的には一緒だよね。あの、3切り、指3切りで、薬指と小指が残るっていう感じ。両方ね、両方です。で、まあ、これで言うと、こっちのちょっと新しいのか。買った順番で言うと新しいんですけど、もっと安いやつとかちょっと分かんない、持ってないんで分かんないちょっとね、すみません、分かんないんですけど、これとこれね、まあ、実売りこれが大体3500円、4500円とか、まあそんぐらいです。でこっちが実売りで、まあ、5500円とかぐらいです。だから買うときにだいぶ高いんだよね。どっちの話なんだろうね。こう5000円ぐらいする手袋っていうのは、そのお店で買うぐらいの価格なのか定価なのかちょっと分かんないですけど、まあまあこれでもまあいいですよね、比較としてはね。で、この高級な方ね、まず高級な方、まあ、今の芝の一番新しいやつ持ってないんであれですけど、使っていくと、なんか最初はこれ確かレノバだったかな、なんかその生地なんだけど、もうカッサカッサです。カッサカッサなんかね、乾燥するとめちゃめちゃカサカサになってさ、ここの部分も取れてんだよ。なんか滑り止めのこうコブがあったんだけどさ、こう縫い目があるでしょ、ここもなんかついてたんだけど取れてんだよ。両方取れてるわ。見ての通りね、カッサカサ。今原稿わかんないよ、原稿は多分生地が違うはずなのあれだけど、カッサカサでもう全然ダメだから、これ破けるんだよね。ちょっとところは穴開いたり、まあ穴開くだろうけど破けんのよ。この高いシリーズはこの針の、あれ針入ってんだけど、ちょっと待って針が入ってたわたまに捨てを忘れてる時あるんだよね。たまにあるのよ。これ釣り場で後で針使おうと思ってこう置いてるのがあるのよ。でまた元に戻す時あるのよ。もちろん針先チェックとかしてんだけど、まあ、そういうちょっと今あったからちょっと何を落としか忘れちゃった。これがシマノで、まあ、安い方ですね。安い方、こんな感じでね、まあ、安い方でもこっちがちょっと新しいから、まあ、ちょっと設計が変わって、ちょっとここの部分だけ厚くなってるってことな。でもこうちょうど竿がこう当たる部分なんですよ。手がこうあって、ここの部分って感じかな。ここがだからちょっと厚みを持たせてるのかな、と思うです。で生地は、これは
あの安い生地って意外と長持ちして全然破けないし、これと洗濯機で一緒にね、一緒に洗ったのかな、これと、うん、洗ってこっちのファイヤーブラッドはさ、どん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 このなんか生地がカサカサしてもうなんか破けそうみたいな紙切れみたいになってるのに、こっちはちゃんとこうなんか合成のこうなんていうのかな、こう 皮みたいなのがずっとこれ残ってんのよ。ちょっと今古い、もうちょっと古いのあるかな、これまだ買ってそんな経ってないんだよね。はい、ということでさらに2つ持ってきました。今計4つあるんですよ、4つね。でこのセットというかこれも、こちらリミテッドプロと安いやつですね。安いやつのこれ一番最高さです、自分の今この4つある中で一番最高さ。これ確かね4年5年ぐらい経つのかな、買って5年ぐらい経つんで一番古くて一番使用回数も多いんですよ。で使ってる感じはこういう感じね、うん、これ一番回数使ってます、間違いなくね。見ての通り別に特に何もなってないよね、ここも別に剥がれてもないし、まあ、これはさすがにちょっとね、この縁の部分がちょっとポロッとなってますよね、うん、でじゃあこっち、はい、これがいつだったかな、正月セール、2年か3年前正月セールに買ったまあまあ新しいやつです、はい、ちょっとねこれも生地がなんだろうね、このカシャカシャになっちゃうんだよね。まあ、これを実際に使ってたら別にそのこのクシャカシャっていうのはあんまり気にならないけど、でもなんか一回乾燥するからかわかんないけど、なんかめっちゃ破れやすくなるっていうのと、なんかなんていうのかな、この黒い表面が剥がれてるっていうのかなです。うん、これまだまあまあこの中では新しいようなんだけどねこれでこのね、もう5年か6年か使ってるかわかんないけど、これまだそこまでね、ここまでじゃないよ、こんなにボロボロになってないっていう感じなのよ。なので、まあ、使用感的に言うと別に安いやつも高いやつも実際そんな変わんない、そんなにね。手袋によって何だかな、防寒用の手袋とその夏用の手袋じゃないけどメッシュ型の手袋、こっち防寒用だったかな、生地が厚い、こっち薄いね、メッシュだからね、こっちはちょっと厚みがあるんだよ。だから冬でも使えますよじゃないけど、まあ、夏も冬も別にメッシュだろうこっちだからあんま変わんないんだよね、もう厚がりやだからどっちつけても十分変わんない。確かにこっちの方が薄くて軽いって感じ、このリミテッドプロね、多分どっちかって夏用なんだろうけど、もうそんな感じ。こっちはもうなんか厚みがある、うん、でもめっちゃ長持ちする、もうこっちボロボロだもん、こっちだから新しいのに関わらずね。なのでおすすめとしてはもう安いやつで十分って感じ。安いやつでもこれね、この針の この部分、これ はまた針があったなんで今なんかちらっと見えたなと思って、だからおすすめとしてはこの安いので十分だし、この針の部分に関しては個人の好みですかね、うん、あればこうちょっと針を変えようと思った時にそのストックとしてここに置いとけれるっていうのがメリットかなって感じです。だからこのちょっと針をちょっと一回大きくしたいなとかあるじゃないですか、ダメならもう一回小さいに戻そうじゃないけど、そういう時にここにストックとして置いとくんですよ。で後でここで入れ替えたりしてます、自分はね。だから新規で置いておくんじゃなくて、よくなんか見るのがね、今日使う針をここに何個かストックして、こちらにもね5号6号ストックして置いとくとかじゃなくて、自分の場合は使った針を後で使うかもしれないっていう前提でここに置いてます、自分はね。だからこうなんか変な使いかけの針がさっきもそうだけどあるんです。で洗う時に忘れてそのままっていう感じですね。でも洗濯しても落ちないんだね、うん、それぐらいこの何ていうの、蓋を閉めてれば完璧っていう感じです、はい、ということで、まあ、違いというか正直高いやつはなんか最初いい感じなんだけど、使っていくとこうやってめっちゃボロボロになっていくという感じですね。だから安いやつで十分かなと、あとは生地の厚さね、うん、それを注意すればいいかなっていう感じでございます。ということでよろしいでしょうか、続いての質問いきたいと思います。ジギンガーになりましたね、たまには吹かせお願いしますよっていう、まあ、質問というか、まあ、ご意見がご意見ご要望じゃないけど来ております。
あの地銀側はあの、まあ、さちょっとさっき話したと思うんですけど2週間に1回ぐらいだし動画のアップも多分多くてというか2週に1回ぐらいなんですよ。だから深瀬の方が実は全然多いんでございますね。うん、多いんです。でまああとね、まあ、最近で言うとこう夏ね、夏あの熱中症になりやすいというか、まあ当然ね暑がり屋なんですよ、うん、もうず当然というかずっと言ってますけど暑がりなんですよ。だから熱に弱いんでね、だから熱中症に気をつけてるっていう感じですね。本当、まあ別にね、あの熱中症舐めてるわけじゃないけど、でもだって自分の体が一番だるいからさ、動けなくなっちゃうからね。だからもう完全に動けなくなる前にあのダウンして寝てるじゃないけどそんな感じなんですよ。まあ港ならさあーってなってもその車エンジンかけてエアコンガンガン入れれば別に問題ないじゃないですか。しかもあの空調服とか入れてるからそこまでないんですよね。うん、だけど、まあ、完全なこう真夏だったりすると、まあ、やっぱ長時間 2,3 時間とやっぱね磯の上で 6,7 時間じゃないけど全然こう状況が違うんですよ。磯の上めちゃめちゃ暑いしね。で、まあ、その地銀側の場合は涼しいんですよ。磯なんかに比べても全然涼しい。やっぱ海のねバターって、ね、海の中にポツンと船があるから微風でも吹けばめっちゃ涼しいんですよ。でも磯ってやっぱねこう場所によりけり風裏になったりするからなかなかね風が吹かなかったり、かつ磯の照り返しがあるし焼けますよね人間がっていう感じです。だからまあジギングがまあ多いのはまあ仕方ないことじゃないかなっていう、まあ一度自分もハマってますからね。なのでまあジギン側がちょっとね多めになってるような感じだっていうのはまあ、うん、まあ自分も釣りしたいし涼しみたいんでね空調服もつけれるしっていうのですごくね、うん、しかもジギンもたま楽しいんですけどね、うん、まあそんな感じです昔もねもう全然行ってるんでストックがねある程度以上溜まりだしたら多分平日とかもね多分釣り上がると思います。まだまだちょっと暑いんでね、はい、もうちょっと涼しくなればなと思います。タチウオも行きたいんですよそろそろね。だからいろんな釣りしてる。それプラス自分の飛ばしたまだアジングとか行ってたりで、ぼちぼちシーバスの話だなとか、話じゃないけどシーバス釣りだなとか、そうそうエギングもっていう話もあるんで、まあ、その辺は多分友達と行ったような動画はないんですけどね、はい、ということでございます。よろしいですかね。もう深瀬も行ってますよっていう話です。ということで、続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。ラウンさんの動画いつも楽しみに見ています。質問です。過去のチヌ釣り動画を見る限り、つけえさんにコーンを使用したところが見たことないように思うのですが、使用したりしないのでしょうか。もしよろしければ理由などあれば教えてください。よろしくお願いします、という質問が来ております。まあ、コーンに関しての話は過去にまあ何回かしてるんですけども、コーンはねなんかあんまりチヌが食わないというか自分の実績的にねなんか釣れないんですよねちなみにコーンで一時結構やってた時あるんですけど、コーンでチヌが釣れたことがないんですよ。ない。それよりもネリエサの方が全然食うみたいな感じなんですよね。で、まあ、コーンね、カーに入ってるコーンだよね、うん、しかもコーンって一回開けたらさもうなんか使えなくないですか。次の兆候でもう一回みたいな、そう同じやつよ。で、次のまでの兆候でこうなんていうかな、保管するなら冷凍以外にちょっと今のところないなと思って、いろいろその冷凍する時も加工したりなんていろいろやったんですけど、やっぱ一回コーンで冷凍しちゃうとなんかもう柔らかくなっちゃって、なんかこう取れやすくなっちゃうんですよね。缶をこう開けた時はめっちゃこう粒の弾力というか硬さがあるんですけど、それをこう一回冷凍しちゃうとどうしてもこう柔らかくなっちゃって次使えないというか使いづらいというか柔らかくなっちゃうというかいや結構自分いろいろやったんですけど、なんかこういまいちこうねピシャッとこうオキアミみたいに、ね、加工で硬くなって加工をしたみたいな感じにならなくて、だからこう2回目3回目って使いやすい、1回開けちゃったら、うん、だからもう1回開けたらもうサラダかなんかにぶっかけて食うみたいなね
そんな感じになっちゃうんで、あの餌としてもちょっとねこう使いづらいというか、練り餌はだってね使ってて出してた分が余ったらもう一回冷凍して自分使うんですよ普通にね。それはだから次回にも使えるんだけど、コーンだけはねなんか使えなくて、しかもその自分の中でのその釣れた実績っていうのが一回もなくて、だからこう大分の地のあんまりコーン食わないのかなって思っちゃってるところあります、うん、食うのかもしれない、うん、食うよっていう人も多分見てる方でいるかもしれないけど、だからそういうところでちょっと使いづらいなっていう感じなんですよ。まあコーンの安いのってさ、あ 400g だったっけ、あのでっかいやつね、うん、あのあれはだって80、90円かな、まあ、最近ちょっと完全に値段上がってるからちょっと分かんないですけど、80、90円ぐらいで結構あの量があるんですよ。あのなんか羽衣風じゃないけど、なんか高いやつもあるでしょあれだってこんなちっちゃいのに120円とかするから、まあコスパがいいのか悪いのか、うん、まあ、そういう収容台に入れれば、ね、より釣れるのかもしれないけど、なんかもったいなくて結局ね余った分は持って帰って食っちゃいますね食ってますある程度釣り用で出して、あと残りは全部家で持って帰ってサラダに食べて食ってます。言ってもなんだかんだね、あの日頃って貧乏生活なんですよ。結構節約してるんでね、ああもったいないなって思っちゃうんですよね。これを収容台入れる、いやいや持って帰ってサラダで食うよみたいな感じでございますね。はい、まあそんな感じで、まあ理由といえばそんな感じですかね。まあ自分の場合はそのなんかそのコーンで釣れたことがないっていう、要は自分の中での実績がないっていうのと、一回開けちゃうと次の月時に釣りで使いづらいっていうか、まあふねふねになっちゃって使えないじゃないですけど、というところでございます。はい、ということでよろしいでしょうか。ということで今日の質問コーナーは以上でございます。また質問等ありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。